秋田県と山梨県で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されました秋田県で感染が確認されたのは2人です秋田市の60代の男性はクルーズ船ダイヤモンドプリンセスの乗客で先月船内での検査で陽性になり東京都内で入院しました その後2回の検査で陰性になり自宅に戻りましたが昨日再び陽性反応が出たということです。男性に症状はなく体内のウイルスが再燃した可能性があるということです。また北海道から秋田市に来た実歳未満の女の子も感染が明らかになりました。 そして山梨県によりますと、60代の会社員の男性の感染が確認されたということです。男性は先月の28日の夜から頭痛などの症状が出て、近所のスーパーマーケットに出かける以外は自宅で療養していましたが、症状が改善しないため、医療機関を受診して感染が確認されました。男性は一人暮らしで、先月21日から23日まで車で大阪府や和歌山県を旅行して、 24日から27日まで出勤していたということです。